新年明けましておめでとうございます。2014年に2度目の放送となりました。皆さん新年いかがお過ごしでしょうか。年越し実家に帰って、たくさん食べて丸々太ったという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私ももちろんそのうちの一人で、年越しは仕事だったのでなかなか実家に帰れず、この収録のちょっと前に実家に帰ってきたんですが、やっぱりお母さんのご飯が一番ですね。精一杯食べて3キロほど太ってきました。それでは番組の方スタートしていきたいと思います。先週のお客様、新潟大学の高村真理香さんからのご紹介で、本日のゲストは新潟大学教育学部、学習社会ネットワーク課程4年生の大橋沙織さんです。それでは自己紹介と今年の目標も含めてよろしくお願いします。新潟大学教育学部学習社会ネットワーク課程4年の大橋沙織と申します。趣味は可愛いものが好きなのでリラックマのグッズを集めたり、結構ディズニーによく行くのでシェリーメイのグッズを集めたりすることが好きです。今年の目標はとにかく目の前のことを全力で頑張るということです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年の目標、目の前のことというと、もう4年生だから、まあ就職も目の前だし、その前に卒論があるかなと思うんですけど、やっぱり今一番忙しい時期ですか？はい、あと2週間で提出なので、出発まで。卒論はどんなこと書いてるの？発達心理学を専攻しているので、うん、大学生の性格特性について研究しています。っていうか、信頼の学生にアンケートを取って分析をして、自分なりに考察をしています。本当に一番忙しい時期なんだと思うんですけど、わざわざ今回収録参加していただきましてありがとうございます。でもないです。本日写真の方をたくさん持ってきていただいているので、それを見ながらお話し進めていきたいと思います。あ、これですね、出てますかね。はい、これはエグザイルプライド。もちろんだよね。今年の夏休み、去年の夏休み行きました。エグザイルが好きなの？ライブが好きなの？中学校の時からエグザイルが好きで、その鉛で、今もそんなに好きじゃないんですけど、ファンクラブに入っててチケットが取れるので、チケット取れれば行くよね。でも私も結構ライブとか行くんだけど、お金かかるよね。そうですね、年々チケットの料金が高くなって。あ、上がるんだ。人気になるほど会場が大きくなって。エグザイルって新潟でも公演したりする？最近は2010年にビッグスワンに来た以来来てない。2010年？はい、もう 4年前だよね。はい、それ以来。でも毎年ときメッセとかに来てたんですけど、最近もう箱が小さく大きいところでしか。もうね、有名になってくるとちっちゃいところでやらないもんね。足の好きなアーティストもどんどん売れていくと大きいところでしかやんないから、追っかけるのが大変なんだよね。お、これまた、これは日本じゃないよね。はい、これは10月に大学の友達とヨーロッパに旅行行った時の写真です。去年の10月？はい。卒業旅行にはちょっと早いよね。はい。でも、卒論が忙しくなる前で、なおかつ、ちょっとみんなのちょうど空いてる時間だったので。4人で？はい、4人で行きました。結構旅行とかも行くの？旅行は、そうですね、海外はこれが2回目で、あとは結構国内でちょこちょこに東京行ったりとか、大阪行ったりとかしてます。国内の旅行っていうと一番遠いとこでどこ行ったの？は、沖縄に行ったことで。これは海外、チェコ？これはチェコです。チェコだっけ？はい。やっぱりこう日本と、まあもちろん全然違うと思うんだけど、あれ、もうツアーで行ったのかな？はい、ツアーで行ったんで、周りは日本人、同じバスの方は日本人なんですけど、やっぱり自由行動になると私たちだけなので、英語で話したりとか、ドイツ語をちょこっと勉強して、ドイツ語で喋ったりだとか、結構留学に行ってる子がこの中で2人いるので、行ってた子がいるので、まあ、中国に行ってたんですけど、まあ、英語も、中国だと英語も喋れるようになるんで、まあ、英語には困らない感じで、そういうのに海外に行くのに抵抗はないと思う。ない。へぇ。さあ、続いての写真。
はい。お、これも海外。はい。これは、ドイツのノイシュバンシュタイン城といって、うん、あの、シンデレラ城のモデルになった。あ、この後ろの。はい。今、旅館って言いそうになっちゃった。お城が。はい、へー。あー、でもほんと、綺麗。正面から見るとすごい可愛くて、結構メルヘンなお城で、うん、中も入ったんですけど、ロココ調ですごい可愛くて、うんうん。あ、中も入れるんだ。はい、入れます。ディズニーも好きって言ってたもんね。はい、へー。絶対これは行きたい場所だったので、うんうん、行けてよかったです。海外、まあ住んだわけじゃないけど、こう旅行とかで行ってみて、まあ海外ももちろんいいところがあって見に行くと思うけど、こう海外って日本の良さみたいなのって気づく？かなり気づきます。やっぱり料理は新潟のお米が美味しいなと思うし、うん、あとお水とかも水道水やっぱり海外だと飲めないし、うん、やっぱり治安とかも全然違うので、流れのタクシーに乗れないとか、へー、あるんで、やっぱり住みやすいのは日本だなっていうのがつくづく実感しました。ツアーで行ったり、どれくらい行くの？旅行とかって、海外は。海外は、その時々なんですけど、うん、韓国に行った時は2泊3日で、今回は1週間ぐらい。ツアーの1週間って食事とかって自由なの？それともある程度決まってる？自由な日もありますし、うん、時間が結構キツキツの日はある程度決まってる時もあります。その日によって全然違います。うんうん、じゃあこう、なんか入ってみたけど、あんまり美味しくないお店だったとかは？なんか雰囲気があんまり良くないお店はあるんですけど、基本的にヨーロッパは料理美味しかったし、うん、あとお酒もビールがすごい美味しい、有名なので、食べ物はそこまであれだったんですけど、やっぱり店員さんの態度が全然いいところとあんまり良くないところがあったので、それの方が重要かなって思いました。で、じゃあ一週間海外行ってみて、日本に帰ってきた時に食べたかったものとか。は、海鮮丼がすごく食べたくなって、次の写真にもあるんですけど、うん、すぐ石川旅行に行って、金沢に行って海鮮丼食べたり。これだね。どっぷり日本の文化に。すごいね、海外行ってすぐ日本の観光地に行って、はい、これはさっき言った金沢の兼六園の写真。ああ、有名だね。綺麗、はい、本当に。10月の後半になるのかな。これは11月の1週目ぐらいに行きました。まだ紅葉がそんな始まってない時期かな、はい。そうですね。国内だと、まあ、さっき聞いた沖縄が一番遠いみたいだけど、国内の旅行も結構多く行ってるの？1年に、東京は割とちょくちょく買い物行ったりだとか、うん、ライブのついでとか、ディズニーランドとかにも行きますし、去年は京都、大阪にも行きました。おー、旅行で。旅行で、完全に旅行で。まあ結構旅行いろいろ行ってるみたいだけど、お金とかってかかるじゃん。はい。どうしてる？バイトが？バイトをとにかくしてます。じゃあこう、サークルは？サークルは特に入ってないので、ますますバイトに集中できますね。じゃあもう学校終わったらもうバイト行ってみたいな。はい、もう土日もほとんどバイトで、夏休みとかそういう長期休みもアルバイトで、ちょっと外れた時期に、安くなった時期とかに海外行ったりだとか、そういう遠いところに行って、貯めたお金を使ってます。バイトは何してるのかな？バイトは、ホテルの宴会場のサービスをしてます。うん、食事とかこう配ったりとか、バイキングの食事整えたりするやつ。はい、ビール運んだりとか、そういう感じ。でもそういう宴会だとさ、困ったお客さんとかいるんじゃないの？ホテルなんで、あ、そっか。そこまで、居酒屋と違うので、そんなに酔っ払って絡まれたりだとか、すごい、クレームを出してくる人とかはそんなにいないんですけど、うん、結構社会的地位が高い方もたくさんいらっしゃるので、うん、そういうマナーとかね、はい、そういうのには気をつけるのは。そうか、バイトに求められるマナーみたいなのが、はい、高いんだね、はい、ホテル、はい、っていうことだけど、こうまあ宴会とかももちろんあると思うけど、宴会以外のこうイベントみたいなのって、はい、結婚式とか、はい、宴会以外で多いのが結婚式ぐらいですね。でも結婚式はすごく宴会以上に大変気を使いますし、大変です、準備とか。じゃあその結婚式の方もやったりするんだ。はい、やります。時期が重なるとすごい毎日何件もあったりだとかで。じゃあこう、まあその会場に
こう、まあ、ドレス着た、こう、まあ、お招きされたお客さんだとか、もちろんウェディングドレスの、新婦もいると思うけど、やっぱ憧れる？かなり憧れる。やっぱりドア係とかをすると、お客様より先に、そっか。お嫁さんを見れるので、うん、あれでしょ、バージンロード歩くところでしょ、はい、挙式とかも見れるので、やっぱり夢は膨らんだり、やっぱり自分だったら、うん、あ、こういう風にしたいなとか、私だったら、こういうデザインでやりたいなっていうのが、そうだよね。あります。私も仲間うちでこう結婚したりする子が出てくると、相手の人とかも見るわけなんだけど、相手に求める条件みたいな。そうですね。やっぱり、ありきたりだと思うんですけど、うん、優しいっていうことと、うんうん、やっぱり結婚するってなると、子供が欲しいので、子供が好きっていうことが大事だなと思います。第一条件。はい。まぁ、ちょっと、このプライベートなことに突っ込んで聞いてみますけど、お相手は今はいないです。募集中です募集中ですいないの今は、いない、お休み中って感じ。お休み中、卒論の方で忙しいもんね、はい。相手に求める条件もあると思うけど、こう、結婚した後の自分、その仕事に関することだとか、住む場所とかって、こう、イメージがある？そうですね。実際まだそういうところまで話が進んでないので、しっかりしたビジョンはないんですけど、うん、やっぱり私もずっと新潟に住んでて、新潟は、うん、すごい大好きな場所なので、私も新潟で子供を育てたいなっていうのはありますね。じゃあこう、まあ新潟は離れず、そしたらやっぱ旦那さんの実家もね、そうですね。新潟の人がいいよね。実家がなくちゃ、まあ新潟で仕事をしてる方がいいなと思います。子供欲しいって言ってたけど何人ぐらい欲しい？そうですね。3人ぐらい。おー、頑張るね。2人兄弟なんですけど。お兄ちゃん、弟がいます。なんでいきなりお兄ちゃんって聞いたんだろうね。あ、弟がいるんだ、はい。弟も大学生。はい、同じところに。あ、兄弟して、寝台にいるの？はい。仲いいの？とてもいいです。二人で遊んだりします。いいなぁ。え？嘘？ドライブ行ったりとか。まあ、この後、アルバイト先の写真も、はい、ちょっとご用意してもらってるので、見ることになると思うんですけど、ホテル以外のバイトってしたことある？ちょっとの期間だけ、アパレルの販売員をしたんですけれども、すごい楽しかったんですけど、なんかホテルの方がやっぱり、チャキチャキ働けるというか、稼げるっていうか、アルバイトなので、やっぱお金を稼ぐことが一番の目的だと思ってアルバイトを始めたので、そう考えた時に、ホテルでがっつり、入って、もう仕事も分かってる方で、テキパキ動いた方がいいかなと思って、アパレルの方は、今はやってないんですけど。3年間ずっと今のバイト先で続けてるので、本当学んだことはたくさんあるんですけれども、何が一番といったら、まあ、適任感を持って仕事をすることかなと思うんですけど、やっぱりその、言われたことを当たり前にこなすということ以上に、その相手、が何を求めてるかっていうのを自分が先に相手の立場になって考えてそのニーズに応えるということが大事なんだなっていうのがすごいアルバイトを通して学べたことかなって思います。しっかりしてるね。どんな時に、まあ飲食関係、ホテルの仕事してて、はい、どんな時にそう思った？例えば宴会の準備に入るんですけど、社員の方がこれ持ってきてって言う前に今日の宴会のファイルを見て、あ、もうこれとこれが準備されてないからこれが必要だなっていうのを言われる前に自分で把握して準備をして社員の方にこれ持ってきましたって言ったり、まあでも慣れれば当たり前のことなんですけど。じゃあこう、まあ周りに気を回しながら、はい、仕事してると思うんだけど、はい、こう、私生活とか学校でのこととかでそれが生きたこと、あ、生かされたことってある？はい。やっぱり何も一つのことをするにしても常に友達だったり先輩だったり相手の立場に立って物事を考えられるようになりました。ああ、本当にしっかりしてる。あ、次の写真はありますかね。さっきちらっと出ましたが、はい、これは大学の友達と富士急に行った時なんです。あ、富士急の、はい、私も高飛車乗った。はい。
あれだよね、こう回るやつだよね。はい、あの私の高飛車はあのえぐられるやつです。137度でじゃあ高飛車じゃなかった。あれだ、こうそうですね、落下速度、落下角度が90度より、はい、マイナスになるというか、すごい角度で落ちるやつ、はい、へー。でも2回乗れたんで、2回目は1日で、はい、乗ったね。絶叫系が大好きで、去年の11月、はい、寒いね。あ、はい、人もあんまりいなかったしうん結構空いてたっていうのもあるんですけど、全部2回、絶叫系は2回ずつ乗れ、あー、私行った時すごい混んでて、夏だったかな、乗れないのすらあったもん。そうですね、でも風が強かったりして乗れないのもありました。うーん、あれ富士急ってあれ病院の怖いやつある？お化け屋敷はちょっと怖いのが苦手なので、女の子と二人で行ったんで、ちょっと二人はきついよねって思いました。あ、じゃあ次の写真は、これは高校の友達と行きなんで女子会をした時の写真です。いいね、女子会。持ってるプレートは？たまたま、あの高校で仲良し、同じグループだったんですけど、たまたまみんなの誕生日祝ってないなっていうのに気づいたんで、うん、ちょっと時期もずれてるんですけど、うん、その4人の子の誕生日を私がサプライズでお店の人に頼んで、あれだね、バイトで培った相手のことを考えて行動するってやつだ。すごいね。あ、じゃあもう急遽お店の人に用意してもらって、はい、へえ、仲いいメンツなんだ。はい、もう全員じゃないんですけど、うん、さっきあのちらっとあの収録の前に話聞いた新大に高校のクラスの半分ぐらい行ってるんだっけ？そうですね、10人以上は多分新大にいます。この中の子も半分、この中の3人は新大で、おー1人関東でたまたま帰ってきたんで、じゃあ集まろうタイミング見てね。はい、でもやっぱね、飲み会、バイトと飲み会が大学生のメインだよね。あ、次の写真は、はい、来ました。これがアルバイト先の、はい、クリスマスの、はい、バイト先の、同じ4年生チームのクリスマスパーティーです。これはバイト先のイベントというよりは、バイト仲間とのパーティー？はい、もう学生同士がすごく仲良くて、で、中でも同じ学年、和団結力があるので、クリスマスは毎年恒例のコスプレパーティーをしてます。大橋さんは真ん中だよね。はい。真ん中コスプレ見えないけど、何着てるの？はい、今年は、セーラームーンのコスプレをしました。セーラームーン本当は、ウィッグもあったんですけど、ちょっと外して飲み会だったので重くなるかなと思って。ウィッグもあったってことは、うさぎちゃんの金髪の金髪のウィッグ、え、この時は取ってんの、それともかぶんなかった？かぶんなかったです。持ってはいました。も、自前？自前というか、はい、ネットで買いました。え、この日のために？はい、それもあるんですけど、まあ一個持ってるといろんな人に貸せるかなと思って。ああセーラームーンが好きなんだっけ？セーラームーンは大好きです。え、今、まあ、コスプレも自前で持ってるってことだけど、なんかこうグッズ集めたりとかってしてるの？まあ、特にないですけど、漫画ぐらいしか持ってないですけど。だってセーラームーンの漫画なんて、かなり前だよね。はい。でも、それを今集め直してる感じ。はい、え、でも今見ても、全然楽しいです。その、結構複雑な内容だったりするんで、そのちっちゃい頃に見た時は理解できなかったりした話が今になってわかるっていう感じで。セーラームーン複雑なんだ話。かなり重いです。重いんで、私も、はい、私も見てたけど、そんなイメージないな。いや、本当に最終回は、泣けちゃうぐらい。泣けちゃうし、セーラームーンも含めてほとんどの人が死ぬっていうか。え？はい。結構重い話です。そんな話だっけ？はい、それはちょっと知らなかったな。あれ、友達が、まあ、セーラームーン好きでというか、そういうちょっと、まあ、男の子の戦隊ものとか、まあ、日曜日の朝やってるやつとか結構見てて、なんか、やっぱ変身中になんで攻撃しないんだみたいなのを必ず話題になるじゃん。あれで、いろんなヒーローの登場シーンを測ったんだって。セーラームーンが一番長かったって。ちょっとセーラームーンの話でちょっとそんなこと思い出して。
話が飛びましたけど、じゃあもう一枚写真がありましたか。あ、これが噂の、あれ上は？はい、この写真は少ないよね。最近買ったものたちの、ものたちの写真で、上の方は三代目 JSOULBROTHERS のアルバムが出たので、一番最新のアルバムの写真と、下はセーラームーンの完全版の漫画の写真です。あー、セーラームーンで一番好きなのは？キャラクターですか？うん、は、あの、主人公のウサギちゃんが一番好きです。なんか私に似てるところとかもあって。へちょっとこう自分を映してみるんだ。はい私、アミちゃん好きだったなぁ。あ、いいですよね。アミちゃんは？アミちゃん。マーキュリー。マーキュリー。マーキュリーでね。ミナコちゃんも好きです。ウサギちゃんに似てるっていうのはどんな時に思う？朝起きれないところと。もうそういうところか。どっちのところです。じゃあこう、ウサギちゃん、自分と似てるなと思うウサギちゃんから学ぶこと。なんだろう、どんな時も、うん、やっぱり笑顔でいれば、周りは許してくれるんだなって思った。え、待って、許してくれるの？許してくれって、そっち？そこ目線なの？うさぎちゃんと、まあ、あれ、まあ、ドジなところとかが似てるっていうけど、そういうのってバイトとかで出ないの？出ますね、その、やっぱり。あ、でもそんなに大きな失敗とかはないんですけど、やっぱりちょこちょこミスとかは、未だにしたりするんですけど、でも完璧すぎて、そういうところがない人よりは味があっていいのかな。プラス思考だね。で、そこをうさぎちゃんのような笑顔で乗り切るのね。はい。では、将来の話、行ってみましょう。はい。まあ、今、将来、目指すような社会人像みたいなの。まあ、これからまあ、目標が目の前のことを一つ一つっていうことだけど、卒論があって卒業したらもう就職になると思うんだけど、もう就職は決まってるのかな？はい。じゃあ、まあ、問題がなければどんなお仕事かっていうのを聞かせてもらえる？はい。ざっくり言うと、うん、そうですね、販売ですかね。何の？そうですね。まあ、その辺にいるので、ぜひ。ごまかされた。まあ、販売をやってると。はい、多分。でも最初は。なんか、大きいところに就職するのかな？あ、大きいですね。ああ。それで、そっからまあ、いろんなところに。だから配属になるんだ。はい、じゃあもう就職も決まって、卒論だけだね。そうですね。大きな、あとは卒論が書ければ。卒業だけです。でもまあ、今年の目標の目の前のことを一つ一つっていうのを、まあちょっと先のことを考えて、就職してから、どんな風になっていきたいかっていうのを。はい。そうですね。就職してからは、多分自分が多分一番下っ端というか、何もわからない状態で入ると思うので、うん、まずは人のいいところをしっかり見て、うん、ちっちゃい仕事でも大切に責任感を持ってやるということと、うん、あとはまあ何年か働けば後輩というかが出てくると思うので、そう、常に周りのことを見れるような人になれるといいなと思います。それがこう目指す社会人像だ。はい、今はなんとなくで言ったんですけど。まあね、就職してからの話だもんね。はい、まずはそうですね、どんな小さなことも自分なりに一生懸命頑張りたいなって思います。まあ、就職すると、まあ、今実家にいるけど、はい、その後の生活っていう生活の基盤っていうのはどこになってくるの？仕事は新潟市です。新潟市、はい、じゃあまあそんな遠いわけではないと思うけど、はい、実家は出るの？お金が貯まったら一人暮らしも考えてるんですけど、うんうん、今のとこは、まあ、出る理由がないもんね、はい、通えちゃえばね。全くノープランです。さあ、今目の前でカンペが打たれております。今後卒業までにやりたいこと何がありますか？卒業までにやりたいことは、卒論書き終わったら、うん、もう一回ぐらい海外旅行に行くことと、卒業旅行ね、はい、あと
温泉に行くこととディズニーランドに行くことです。じゃあその卒業旅行、まあ、チェコと韓国と行ってきたけど、次はどこを目指す？今全然考えてないんですけど、うん、リゾート系に行ってみたいなと思います。じゃあ、さっきちょっと出た温泉、はい、はどこら辺に行く？温泉は完全に近場で済ませて、うんうんうん、このみんなとその思い出を作るという意味で、卒業までにね、はい、みんなとの思い出作りを、はい、したいなと思います。じゃあ2週間後からだね。はい。それでは最後に後輩たちに、はい、まあ、これから後輩さんが卒業して4年生になってくる子、まあ、大学生になる子ってどんどん出てくると思うんだけど、まあ、バイトをの後輩たちも含めて、これから、社会人を目指す人たちに、まあ、就職の面接とかもいろいろあったと思うし、こう、自分がやってきたこと、将来に向けてやってきたことで後輩にアドバイスできるような。いや、むしろ反面教師にしてください。そんなに？まあ、自分らしく、いけばいいのかなって思います。でも大橋さんはそう、自分のことをこうよく見てるというか、自分のことを自分とよく向き合って、こういう自分にはこういう特性とか、まあちょっとドジなところがあったりとか、そういうのを自分のことすごくちゃんと見てて、それに対してこう、まあ笑顔で乗り切るっていうのもちょっと変な言い方だけど , 笑顔が大切とか、こう周りに気を使い、周りを見ながらっていうのをすごくこう自分のことを考えながら、仕事をしたりとか、将来に向けてそういったことをすごくしっかり考えてるんだなっていうのを、すごく感じました。ではそうそう、お友達の方を紹介していただきたいと思います。はい、次回は同じ新潟大学の福田一輝くんを紹介します。はい、その福田くんとはどんなつながりでしょうか？はい、友達の後輩友達の後輩で、そのつながりで、うん、紹介してもらったんですけど、図書館にいつもいるんですよ、うん、その彼は、うん、でそれで私も図書館に行ってたので、結構話すように、フリースペースとかで話すようになって、すごい面白い、いろんなお話ができるし、うんうん、でもいい子っていうか、はい、じゃあこういうのにもこういうおしゃべりするようなことにも参加してくれそうな、はい、はい、では、福田一輝くんお待ちしております。楽しみにしてましょう。ではまた来週この時間にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。あの子が好きなんだ。茶色い